うん。足元はさすがに荒いが、身体能力では、レギュラー相手でも圧倒できているな。なんか勧誘相手多いな。演芸部とはだいぶ経路違うなクソ <laughs>、あの口げに、体育の授業で目をつけられたばかりに。行ったぞ、転校生名前覚えよう <laughs> 転校生っていう異名は、主人公にしかない、オンリーワンネームだから若干悪い気しないけど、なんで俺にばっかりボールが来るんだよ。おい、あずまボールばっかり見るなライン上げるタイミング遅れてるぞそれ、新入部員に言えよ。<laughs> なんでお手伝いにオフサイドラインの調整させようとすんだよ。高度なこと求めるんじゃねうん。このままでは深みにはまる一方だ。休憩になったらダッシュで逃げよう。う <laughs> <オ>ンん。<laughs> 恨まれとる <laughs>。なんで演芸部は入部してくれないのにサッカー部に入部してんだっていう顔かなこれは <laughs>。手伝いやっちゅうね。はいはい、練習やめこれはどういうことですかこいつ体育会系の部活に切り込むの好きだね。うふふ。 怖くないのまたお前か、カノー。練習の邪魔をするな。またって言われてるし。<laughs> どんだけ弾好きなんだよ、お前。つくづく子犬感あるな。部活を妨害してるのはそっちでしょ あまたこのとんでも理論が飛び出してきた。<laughs> 1.5列目からの飛び出しやめろ。ひるむことなく怒鳴り返して、可能は本当に乱入してくる。うちの期待の新人をかすめ取るとか信じられませんよ。何がサッカーですか偉そうに。また偉そうに発言。<laughs> 別に偉そうにしてることないじゃん。<laughs> 足だけでボールを蹴れば偉いんですか非効率にも程があり 何この効率中 <laughs> そんなこと言ったらスポーツ大概非効率的なもんだろうが。偉いとかではないような。お前はスポーツに恨みでもあるのか先輩も先輩です。どうせサッカーをやればモテるとか言われたんでしょそんなに世の中は甘くないですよ。妹もあれだが、お前も大概偏見の塊なんだな <laughs>。 サッカー部がモテるなんて通説あんまないぞ。いい加減にしないと、いくら俺でも怒るぞ。とか言いながらも、うまく練習から抜け出せそうなので、内心こっそり感謝していたりもする。<laughs> お前一番ずるいやつだな。<laughs> あくまでサッカー部たちに正当性を主張しつつ、港のこの作り出してくれたビッグウェーブに乗れないかなってしたたかに考えてんのか。待て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 ち、うやむやにできなかった。そっちこそむちゃくするなカノーアズマはもううちの部員だぞ全然違いますね。<laughs> お手伝いでしょ <laughs> なんで港以上に強行手段よ してんだよおい、待て。バカ言っちゃいけませんよ。東先輩は演芸部の副部長です。それこそバカ言っちゃいけないだろ。入 <laughs> 部は100歩譲っていいとして、なんで役職までもらわなきゃいけないんだよ。お前もだぞ。勝手に役職までつけんな。東は演芸部に入った覚えはないと言ってるぞ。無理やり勧誘しただけなんじゃないのか。うわ、特大ブーメラン。<laughs> もう一度そのセリフを考えながら言ってみ。<laughs> 恥ずかしさで顔が真っ赤になってしまうぞ。そっちだってうやむやで引き。 してるだけでしょ先輩が困ってます。お前もお前で特大ブーメラン用意すんな。<laughs> お互いにブーメラン投げ合って攻撃したって結局自分に返ってくるんだからやめろって俺の話ちゃんと聞いてんじゃねえかどっちもどっちだわお前らアズマの運動神経を腐らせるのはあまりに惜しいあのお前も友人なら応援してやれいいでしょう私も競合なしで先輩ほどの人材を獲得できるとは思っていませんでした何の話だ <laughs> お前は何に対してのいいでしょうだったの <laughs> 別に主人公争奪戦とか始めようってこうも言ってるわけじゃないぞチャンネル登録 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ